はいはい、初登場いくみです。倉敷駅前にある一番街という商店街で昔ね、大人の遊び場があったと。倉敷美観地区の近くにそういう大人の遊び場のスポットがあったということでね、今回ちょっとその足跡を見つけていこうかなと、散策していきたいと思います。はい、じゃあスタートで。見事なシャッター街。綺麗にね、本当に。なんかうちの近くにもめっちゃ商店街があるんよ。うん。けどめっちゃ元気。めっちゃ元気。シャッターを数える方が少ないかなぐらい。ああ、羨ましいな。こうなっちまった。倉敷。さすがやなって感じ。ああ。路地裏に入った方がいいのかな、ちょっと。そうかもね。に出かけ頭を冷やしてきます。いいね。なんかあらかしたんだろうね、ちょっとね。坊主かな。ライブスタジオがあるのかな。こんな感じ。泥棒に注意。この泥棒ね。ぐいぐい進みますね。なんか飲食旅館のそういう営業組合みたいなのあるけど、こんなん貼っとるとこも多いな。食品おばん屋さんなんかな。物もらいって何？物乞いのこと？あ、かもね。でも相当昔な感じよね。すごいね、いい名前だ。怖い怖い。やってんの？ここ。一応ほら。おうちでカフェ。すごい、何これ。なんか中怖いけど。年金の供養に入れたい。あ、絵描きみたいな感じかな。猫ちゃんが好きかな。猫ちゃん。白壁の町、倉敷といえども、白壁じゃない、赤壁。主張が強い感じで。結構ね、伝統的な感じの場所もあったりとか、結構古い感じな。趣のある建物が多い。ちょっとなんか変な。雰囲気が。じゃん、ここ。なんかそれっぽい。それっぽいよ。眩しい。あ、あった。これ。どうですか。ここですね。ちゃんとその痕跡が。見ましたね、本当にすごい。あっさりですけど。あっさり見つかりましたね。いや、意外と身近にこういうところがあるんだなっていう感じね。その風俗営業のお店が、はい、ありました。実際にあったということで、はい、どうでした今回スピチューブ。スピチューブこんな感じでスッと入ったところにあるよね。ちょっと行こうかなみたいな感じで、昔の人も行っとったんかなって感じ。こういう街並みの、というわけでありがとうございました。また次回。まだね。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。